アリゾナジャガーは食肉木猫化氷属に分類されるジャガーの一亜種。1932年にゴールドマンによって記載された。ただし近年の研究では p オ音化のシノニムとする説が有力である。ジャガーの亜種には旧来多くの学名が与えられている。PUO アーザネンシスはアリゾナ州東部からグランドキャニオン、ニューメキシコ州、 そのラシューに生息するジャガーの亜種として記載された。レジナルド・インズ・ポコックは1939年にジャガーの亜種名の多くは少数の骨格標本かつ亜種の同定には個体差の大きすぎる識別形質に基づいていると評価した上でどの亜種についても形態的に識別できなかったことを報告している。その後、1990年代以降の研究でも 形態学的にも遺伝学的にもジャガーのアッシュ文化は支持されておらず、猫科の研究者からはジャガーを人絵型種とすることが提案されている。この場合、ジャガーは広域に生息する大型肉食獣としては、アッシュを持たない唯一の種ということになる。アメリカ合衆国におけるジャガーの生息地は、過去には北部オレゴン州からペンシルベニア州、 グランドキャニオンやモントレーにまで及んだと考えられている。北東部ではコロンブス上陸以前に姿を消したが南西部の州にはごく最近まで生息していた。カリフォルニア州における最後のジャガーは1860年にパームスプリングスで殺された。テキサス州では1946年にジャガーが射殺されている307。欧州からの移民が 米国南部周辺に住むようになってからは、アリゾナジャガーの生息地は開拓され、牧場や農地などにされてしまうようになった。獲物となる野生動物が減ったことで牧場の牛やヤギなどの家畜を襲うようになったアリゾナジャガーは、牧場主に憎まれ、毛皮が高価で取引されることも手伝って、乱獲の対象となった。1960年代までにアメリカ合衆国では、 ジャガーはほぼ絶滅したと考えられてきた。1963年にはアメリカで確認されている最後のメスがホワイト産地で銃撃された。アリゾナ州は1969年にジャガーの狩猟を禁じたが、その後メスは確認されず、オスは四半世紀にわたって二頭しか確認されなかった。1996年以降、2006年までに4頭のオスが確認されている。 2009年には、街を B と呼ばれる個体がメキシコとの国境付近で捕獲され、フェニックス動物園で安楽死にどころされた。2005年に発展ラが、アリゾナ州における過去100年間の、ジャガー目撃情報をマッピングし、目撃例が南東部に集中することを確認している。2011年以降、現在、エル・ヘフェと呼ばれている個体が繰り返し確認されている。 2016年11月には過去20年間で最も北に位置する米北国境から 100km の地点でジャガーの個体が撮影され12月にはさらに別のオスイットが撮影された11月に確認された個体については性別が明らかでなかったがこれも後にオスであることが判明したアメリカの生物多様性センターは1997年に 絶滅危惧手法のリストにジャガーを追加した。2008年に、ジョージ W ブッシュ任命の合衆国魚類、野生生物局長は、同法の下で、連邦政府の目標として、ジャガーの回復を目指すことを放棄する勧告に、署名したが、オバマ政権下では再びジャガーの生息地を保護し、種の回復計画を立てる方針に転換された、160から161。しかしその後、 通称トランプボールと呼ばれるドナルド・トランプ政権が唱えるメキシコとアメリカの壁の建設計画は本主党の移動を妨げ保護を圧迫強い手は合衆国内におけるジャガーの絶滅を後押しすることが懸念されているただしジャガー研究の第一人者で保護チームへの助言も行っているラビノウィッツはアメリカにおけるジャガーの保護は 今のところ主全体の保存には重要ではないとして、回復計画への過剰投資に長年反対の意を示している。163。ゴールドマンによれば、P.O. アーザネンシスは北米の他のジャガーに比べて頭蓋骨が大きく、花が扁平で陥没しているとされた。一般に北米のジャガーは南米のジャガーに比べて小型である。メキシコ太平洋岸のチャメラクイシュマラ、 生物保護区におけるジャガーは 50kg と同地域のピューマのオスと同程度である。中米のベリーズではオス6頭の平均体重は 57.2kg であり、これはベネズエラのジャガーのメスの体重に相当する。ありがとうございます。